破水したのに放置してごめん。こちら浮気旅行楽しんでます。よく LINE してこれますね。幸せのお裾分けだよ。海外最高。いきなり家に入ってきてびっくりしました。助けを求める私を無視して旦那と出かけましたね。つうか浮気旅行に行くタイミングで発生してんじゃないよ。放置したのはその罰だから。ママ友のあなたがうちの旦那とそういう関係だったなんて。月に5回は会って大人な時間を過ごしてるよ。行き先を告げずに出かけることはよくあったけど、ママ友に旦那を奪われるとは夢にも思わなかったでしょう。あなたの絶望的な顔思い出しただけでウケる。あの後どれだけ大変だったか分かってますか。かわいそうアピールうざいから禁止ね。母子ともに危険な状態だったんですよ。知るかっつーの。破水っていわゆるおもらしみたいなもんでしょ。出産経験があるのにそんなこと言うんですね。まあ多少は気になったけど、あんたの旦那が汚いしいいよって。本当に夫がそんなこと言ったんですか。妻どころかお物扱い。人とも思われてないじゃん。今回の件訴えますからね。うわ、そうやってすぐに慰謝料請求するんだね。汚い女。自分たちが原因じゃないですか。出産直後でメンタル不安定ちゃんなのかな。落ち着いた方がいいでちゅよ。ふざけないでください。ちょっと煽っただけでこの反応。あんたの旦那も横で大笑いしてるよ。人のことを裏切っておいて最低ですね。浮気なんてされる方が悪いのよ。被害者面すんじゃない。私が加害者だって言うんですか。見た目だっていまいちだし、料理の腕だって平凡。そりゃ旦那も嫌になるよ。だから浮気されても仕方ないと。大正解。そういえばさ、子供は無事に生まれたの。はい、一度は母子ともに危険な状態でしたけど。ぽっくり言ったらよかったのに。そうすれば離婚や慰謝料で揉める心配もなくなるし。よくそんなひどいことが言えますね。私をドーリンにとってもあなたは邪魔でしかないからね。ダーリンってうちの旦那のことですか。その呼び方やめてくれる。ダーリンはあんたに対して気持ちは完全に冷めてるし。まだ離婚してないので。離婚で思い出したけど、ダーリンから伝言。書斎にある机の引き出しに離婚届があるってさ。そこまで準備してるんだ。言っておくけど、子供は二人ともあんたが引き取りなさいよ。言われなくてもそうするつもりです。なんだったらうちの旦那と子供ももらってくれないかな。今となってはお荷物以外の何でもないからさ。お断りします。先に言っておくけど、養育費を払うつもりはないからね。は？ネットで調べたんだけど、払ってない人間の方が多いんでしょ。だから何なんですか。払わなくていい理由になりませんよ。私たちの中ではなるから。養育費だの慰謝料だの無駄金払う余裕なんてないの。絶対に払ってもらえます。しつこい女は嫌われるよ。旅行を楽しみたいから、またね。私の名前はケイコ、33歳。つい先ほど2人目の子供を出産したばかりです。昨日の昼ごろ、私は破水したため旦那に助けを求めました。しかし旦那は私を無視して何やら旅行の準備を開始。どういうことか分からずにいると、ママ友のリコさんがやってきて一緒に出て行ってしまったのです。私は苦しい状況の中、なんとか救急車を呼ぶことができました。子供も無事に生まれて一安心と思っていたのですが、ママ友からの浮気旅行宣言にめまいを覚え、急激に体調が悪くなってきました。旦那やリコさんにいつ帰ってくるのか LINE しても一向に返事がありません。日に日に体調は悪くなり、毎日が吐き気や頭痛との戦い。二人はいつになったら帰ってくるのか、私は待つしかできませんでした。2週間後。哀れな負け犬女さん、元気？離婚届もう出してくれた？リコさんですか。うちの娘に対してとんでもないことをしましたね。は？誰？ケイコの母親です。今度は負け犬の母親が登場？身内に頼るとかダッサ。娘が負け犬なら、あなたは泥棒猫かしら。そう、私はとびっきりのプリティキャットよ。ニャンニャン。痛々しいからやめた方がいいわよ。うっさいわね、ババ。だいたいどうしてケイコさんの LINE をあんたが使ってるわけ？今はケイコがスマホを使えない状況だから私が預かってるの。へえ、どうでもいいけど。それよりもさ、慰謝料払ってくれない？は？あなたの娘がいなければ私はダーリンとスムーズに結ばれたの。つまりあんたがケイコさんを産んだこと自体迷惑行為だってことよ。そんな理由で慰謝料請求するなんて馬鹿げてるわ。子供の失態は母親が責任取るのが基本でしょ。ダーリンも横で大賛成だって。
あなたたちが勝手に盛り上がってもそんなことは無理よ。勘違いしてるみたいだけど、訴えるとか裁判とかしないよ。は？個人的に取り立てに行くから。借金みたいに言わないで。名目なんて何だっていいのよ。もし拒否するって言うならお仕置きしちゃおうかしら。脅すつもり？人聞きの悪いババアだこと。さっき帰国したばかりだから明日あたりに伺うわ。迷惑だから来ないでください。怖いからの間違いでしょ。私に歯向かう人間は誰だろうと許さないから。ところでリコさん、私がどうして娘のスマホを使ってるのか不思議に思いませんか？体調が急変して意識不明になったとか？だとしたら嬉しい。最低ですね。その程度で済めばまだ良かったんですけどね。は？どういうこと？母子ともに残念でした。え？母子って誰？この状況でわかりませんか？え？マジで？恵子さんだけでもラッキーなのに子供も天国に旅立ったの？やったー！嬉しいんですか？当然じゃない。慰謝料だけじゃなく親権の問題もなくなったのよ。天は私たちに味方してるわ。ここまで最低だと思わなかった。なんとでも言えば。あ、そういえばガキまだ一人いたわね。それはあんたが責任持って育てなさいよ。言われなくてもあなたたちに渡すつもりなんてこれっぽっちもありません。あざーす。何があったか知らないけど私の恋路を邪魔したから罰が当たったのよ。都合のいい解釈ですね。私ってポジティブ人間だから。これからはダーリンとの新生活が待ってる。最高。本当にそんなうまくいくと思う？順調すぎて怖いくらいよ。娘と孫がいなくなって悲しいかもしれないけど負け惜しみはやめて。あなたの父親スカットカンパニーの部長さんでしょう。え？なんで知ってるの？浮気旅行の代金も全て父親に払ってもらったんでしょう。もしかして探偵か何か雇ったの？ストーカー一歩手前ね。キモい。本人から聞いたんです。私の部下ですから。え？紹介が遅れました。私スカットカンパニーで代表取締役をしております、澤部直です。パパの会社の社長？あなたのお父さん我が社のために全力で頑張ってくれてます。スカットカンパニーといえば IT 関連の超大手じゃない。そんな大企業の社長が女なんて信じられない。女の経営者はありえないなんてあなたの勝手な先入観でしょ。どうやって私とパパの関係を知ったの？あなたの父親に以前から娘の話を聞かされていました。溺愛しているみたいで生活費も遊ぶお金も渡してると聞きました。そうよ。パパは私が命より大切で毎月30万仕送りしてくれるの。相当もらってますね。私にはそれだけの価値があるんだ。そうですか。私は世間一般の人間と違って労働なんてしないの。一生パパの給料で面白おかしく暮らすんだから。父親がいつまでも生きているわけじゃないでしょ。パパは私に莫大な遺産を残してくれてるのよ。それがあれば一生遊んで暮らせるわ。毎月の仕送りも遺産相続もなくなったわよ。は？今ね、あなたの父親と一緒にいるの。リアルタイムでこのやり取りを見てもらってるわ。え？嘘でしょ？あなたの態度に心底失望したって言ってるわ。どうやら父親の前では相当猫をかぶっていたようね。だって適当に可愛く甘えればお金をくれたから。その発言も本人が横で見てることお忘れなく。あ、あなたたち現在は二人とも無職だそうね。優しいパパに一生養ってもらうつもりだったんでしょう。だって働くよりも遊んでる方が楽しいし。呆れた。うるさい。私は人生勝ち組なんだ。働いたら負けって言うでしょ。だったら仕送りがなくても働かずにいたらどう？あなたの基準ではそれが勝ち組なんでしょ。娘と孫が天国に旅立ったのを笑ったから怒ってるの？それに関して謝るわよ。だからパパを説得して。なんて？仕送りをやめないでって。伝えたよ。パパはなんて？ふざけるな。お前みたいなやつは娘と思わない。縁を切らせてもらうだそうです。は？どうしてそこまでされなくちゃいけないのよ。それだけのことをしたのよ。あの、本当はあなたの娘には悪いことをしたと思ってたんです。LINEで何度も謝罪しました。このスマホは娘のものよ。履歴をたどればあなたが恵子にどれだけひどい言葉をぶつけたかしっかり残ってる。あ、そういうことだからあなたたちは二人で勝手に生きていきなさい。ごめんなさい。恵子さんたちの葬儀には参列するから。ああ、そのことについてだけど娘も孫も生きてます。え？
あなたの父親に提案されたの。もしそう言ったらどう反応するのか知りたいって。何のために？あなたの両親が少しでも残ってるのか知りたかったそうよ。だけど結果は大喜び。もしかして絶縁の決め手は私の態度？正解。あれは演技よ。本当は悲しくて心から申し訳なく思ってたの。無理があるわ。ほら、いわゆるツンデってやつ。使い方間違ってるよ。パパからのお金がなくなると困るの。カードの支払いが何百万と残ってるし。父親に立て替えてもらうつもりだったわけね。家賃の引き落としだってまだなの。毎月払ってもらってるのに。知りません。働いたら負けなんでしょ。どうぞあなたなりの勝ち組人生を歩んでください。これのどこが勝ち組なのよ。それと娘からあなたたち二人へ慰謝料請求させてもらうから。この状況でそんなことするなんて、あなたって鬼なの？当然のことです。ちなみにまだ離婚していない。あなたの旦那も訴えるつもりみたいよ。どんだけ打ちかければ気が済むの？やったことの責任を取ってもらうだけです。では失礼します。パパがダメだったらあなたが私たちを養ってよ。ねえ、お願いだから助けて。その後、リコさんとケイコの元旦那は我が家にやってきて泣きながら土下座してきました。私はそんな二人を問答無用で追い返して、二度と私たちに関わるなと警告したのです。楽しかった浮気旅行から一気に極貧の借金生活に転落してしまいました。家賃も払えず、マンションを追い出されて、現在はボロアパートで労働の日々。バイトを掛け持ちして二人とも平均睡眠時間3時間でフラフラになりながら生活してるんだとか。そして私は現在、恵子と孫二人と一緒に生活中。孫はとても可愛く、大変ながらも笑顔の絶えない日々を送っています。